はい、今回私たちが購入したのは1979年の GMC のモーターホームです。はい、はい、大きさはね24フィートになってます。まあ私たちが最初ね考えたのは21ぐらいのサイズだったらベストかなって考えてはいたんですけど、アクロスカナダだったり旅をするってなった時にやっぱりある程度広い空間があった方がやっぱり生活の質が上がるかなということで、今回このモーターホームに決めました。はい、これから外と中といろいろ紹介していくので見てみてください。はい、はい、どうぞ。まずはここから、1979年のこのダッシュボード、あんまり叩くとバレちゃうそう、エアコンっていうエアコンはついてないんだけど、ファンだったりとか、もうこんなの多分あんま見たことないと思うけど、こんなやつだったりで、窓なのね、もちろん手動でございますこれもね、硬いからね、今ね、またこれも直さないといけないけど、かわいい ね、ドアもこの音これなさそうでしょ。で一応ね3時間ぐらいバンクーバーアイランドから今住んでるところぐらいまで運転してきたんだけど、とりあえず帰ってこれたな。うん、うん、だからまあまあいろいろ整備もしなきゃいけないけど、まあまあまだまだ元気だな。そうだね、うん、最高速度は70キロです。それ以上は出ませんから、はい、安全運転で行きましょう。そうだね。ちなみにこのねオリジナルのシートはねこんな感じで結構可愛いんだよね。ちょっとね破れちゃったりしてるけど、うん、まあここも全部直していくよ、うん、このままで可愛いね、うん、はい、ここがね基本的に寝るスペースです。まあ全然ねこうやって寝れるし、うん、2人寝ても全然余裕なぐらい、ね、広いね。うん、広い広い。まだここもね、いろいろ直さなきゃいけないところいっぱいあるけど、全然いいね。うん、ここはとりあえず水がリークしちゃってるから、この窓からね、うん、だから基本的にはもう窓外すのと、うん、この全部ダメージ、水でダメージになってるところを全部直していくような感じかな。このモーターホームが結構お手頃に買えたんだよね。そうだね、だからまあその分修理の方にお金を回すっていう感じかな。うん、頑張って頑張ろう。これからのプロジェクト乞うご期待はい、ここがリビングのエリアになって、うん、まあご飯食べたりな、まあここもベッドに一応なるみたいなんですけど、まあ基本的にあんまりいないかな。これもねなんかオリジナルのカーテンらしくて、そうなんだよね、かわいいよな。うん、かわいいけどちょっとね色あせちゃってるから、そこら辺も変えないといけないかな、うん、そうだね、見てこのライト、めっちゃかわいいんだよな、ね、これがオリジナルのかわいさだよ ね、 ね、今まだつかないんだけどさ、電気つながってないからちょっとつかないんだけど、かわいいよな。かわいいね。はい、ここがねキッチンです。一応ねさっきチェックしたんだけど、ストーブはついた。ついたね、うん、こんな感じで。これはプロペインガスで動きます。で、ちなみにここがねオーブンなんだよね、うん、かわいい、かわいい小さいサイズのオーブンです、うん、これも動きますすごいね、うん、ここがシンク、で下にもキャビネット。そうだね、ここにもいっぱい収納があって、両方は一緒に開けれないからね、まあ、片方ずつ。そうだね、これ見てよこの可愛いデザー。ねー、ね、こんなの
な、ないよ、ね、セブンティーズとエイティーズ、そう、独特のデザインだよね。かわいいんだこれが。ちなみにこの中を開けてみるとこんな感じです。はい、冷蔵庫ですね。はい、まあ中もね、いろいろ綺麗にしてもらわないといけないと思うけど、一応ね、電気では動くっていうのは分かってるんだけど、そうそうそう、うん、ガスで動くかどうかっていうのはまだ検証してないんだよね、うん、まあ直せるでしょう。はい、でここがね、ソファのエリアで、まあ、ここもベッドになるんだ。これがね、スライドして出てきてダブルサイズぐらいのベッドかな、になるので、まあ寝ようと思えばここでも寝れるし、まあここでチルチョップするような感じで、そうだね、結構こうスペースがあるから、うん、すごい広いよね、2人にとってはすごい心地いい、これはね、意外と意外とクローゼットもね、こんなに広い、結構広いよね、お洋服が全部入れれるのはすごいメリットだよね。そうだね、立ちながらの家だったり、これ何の？それはね、ファーネスのテンプラチャーをこうコントロールするやつ、うん、ここがね、バスルーム、うん、それでは行ってらっしゃい。もうね、前のオーナーと前の前のオーナーがファミリーなんだけど、その人たちがね、ほとんど使ってなかったんだよね。そうですね。そう、だからね、ここはね、まだ動くかわからないんだよね。うん、見て。かわいいな。ね。こういうのとかはね、ほんと、かわいいから、どんだけやっても、この70年代をキープした、その、リノベートを修理をしていきたいなっていうのが、我々の。うん、そうだね、うん、いいと思う。はい、いかがだったでしょうか。はい、いろいろとね、うん、中も外も修理する場所がいっぱいあると、本当にいっぱいある、はい、これからね、そういうところをね、リノベーションしていくので、いっぱい動画が出ると思いますので、はい、今後とも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画で、バイバイ。